次に浅野聡君浅野君、えー、国民民主党の浅野聡でございます、えー、大臣にお伺いします、えー、本日大臣は何回かあ若い世代が増加傾向にあるというふうにおっしゃいました推定される原因とそれに対してどう対応するのかお答えください大臣西村聡君、えー、一つにはあのー。 長引く自粛の中で、もう去年から言えば1年半以上になるわけでありますので、そうした中で自粛疲れということ、これは専門家もご指摘をされております。そのことによる、外に出て活動を活発に行うということ、それから若い世代にとっては、ただの風邪と同じだという認識が広がっていることも背景にあると思います。実際には若い方の中にも、特に基礎疾患などあれば、 肥満の方とか、ですね基礎疾患を持っている方は重症化する恐れがありますし、また重い後遺症は残るということも報告されてますので、ご自身の健康を、を命を守るためにもぜひ取り組んでいただければと、感染防止策、徹底していただければというふうに考えております浅野君。まあ今回、新たに策定改正された基本的対処方針の案ではですね、 えー、路上や公園等における集団での飲酒などに対する呼びかけを強化する、まあ、人員強化が記載されていました、まあ、これで本当に効果が上がるのか、私は正直不安です。まあ、総理は4月23日の会見で、新たな措置の創設についても言及をしました、特措法の改正によって、実効性を高める議論をすべきだと思いますが、政府のお考えはありますか。 飲食店の多くが協力いただいている中で、まあ、外で飲むということで路上であったり広場であったりさまざまなそういう対応が広がっていますので、えー、これはそれぞれの都道府県と連携して幅広く呼びかけを行って対応していきたいというふうに考えておりますその上で、えー、委員御指摘おそらく4月23日の総理の会見ではないかと思いますが、えー、総理はです、ね、病床の確保を念頭に緊急事態の際の特,例措置特別措置について 発言しておられると承知をしておりますが、まさに今、広がっているような変異株、これ、さらに変異をして、さらに強い変異株が出てくるかもしれませんし、また新たな感染症の出現、こういったことも当然あり得るわけでありますので、特措法に基づく対応のあり方についてもです、ね、不断の検討をしていく必要があるというふうに認識をしております。長野君あの今遠藤委員とのの議論の中でもまん延防止と でもです、ね、緊急事態措置と同等の厳しい措置を取るというふうに大臣はおっしゃいましたこのまん延防止等重点措置の存在意義がです、ね、今問われているんじゃないかとも思っております根本的な議論をこれからぜひしていきたいというふうに思っております、まあ、続いてそんな状況の中でもやはり感染が続いていますワクチン限られた数のワクチンをいかに効率よく打つのかという観点で 今、繰り返し宣言が出されている地域に、ワクチン供給を重点的に供給して、局所的に接種を加速させるべきではないかという意見もあります、これについてどうお考えですか西村大臣確かにこのウイルスはです、ね、大都市部中心に、やはり密になったところがで広がるという傾向がありますので、そういった地域にどういうふうに接種を進めていくかというのは、大きな。 問題意識を持っているところであります。あの河野大臣ともさまざま意見交換しておりますけれども。まさに各自治体のワクチン接種に加えて、モデルナ性のワクチンを活用して、職域の接種、あるいは大。大学も含めてですね。大規模接種会場での接種なども進めているところであります。この自治体、まず自衛隊の大規模接種センターを東京。および大阪に設置をしていること、また。都道府県が設置をする大規模接種会場も首都圏でも複数設置をされておりますし。 職域接種、あるいは大学での接種、これが進めていることによって、こうしたことから結果としてです、ね、大都市部のワクチン接種の促進につながっているものというふうに考えます。さらに今後です、ね、どういった対応が可能なのか、河野大臣ともよく連携をしながらです、ね、考えていきたいというふうに思います浅野君事業者支援策についてお伺いします。 今、オリンピックが開かれている一方で、多くのイベントが中止、あるいは延期、予定変更を余儀なくされておりまして、文化・芸能業界が悲鳴を上げております。国が行っているキャンセル代等の支援については、極めて要件が厳しい、あるいは募集期間が短い、いろいろな課題がございます。この要件の緩和、支援内容の拡充をぜひご検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか西村大臣。 えー、まさに文化芸術活動を行っておられる、まあ、イベント関係の皆様、またエンターテインメント関係の皆様、本当に厳しい状況になること、あの本当にあの申し訳なく思っております。何とか、えー、継続してやっていけるように支援をです、ね、しっかりと行っていきたいというふうに考えております。えー、そうした中で、経産省の J6 ドライブの補助金、あるいは文化庁のアーツ・フォー・ザ・フューチャー、えー、こういった支援策で,です、ね、演劇やコンサートなどのキャンセル肥料、 最大2500万円まで100%の支援、補助率で支援を行っております、それぞれ経産省、文化庁においてはです、ね、現場の声を聞きながら、要件緩和、あるいは申請期間の延長なども行ってきているところでありますが、引き続き、こうした取り組みをです、ね、現場の声をしっかりと聞きながら、私の立場でも経産省と連携して対応していきたいというふうに考えております浅野君。 最後の質問です、えー、先日、IMF は日本の経済成長率を下方修正しました、アメリカや中国やヨーロッパは据え置かれています、経済再生担当大臣として、これから日本の経済をどのように再生させていこうとお考えですか石大臣あの足元の緊急事態宣言などありますので、えー、歴年ベースで言いますと、本年については、 少し下方修正になりましたけれども、IMF のエクノミストも発言しておられますけれども、本年後半からはですね、ワクチン接種が進むこともあり、来年にかけて、 これは上方修正されておりますので、えー、成長率が増えていくと、高まるということでありますが、あの足元、今、たまっている自粛疲れの、これが落ち着けばあの消費したいという、まあ、いわゆるペントアップ需要とか、まあ、リベンジ消費とか言われますけれども、こうしたものだけではなくです、ね、その後も中長期的にしっかりと成長していけるように、民間の投資を引き出すような予備水となる政府の支出。 あるいは規制改革、こういったことをしっかり行って、まさにデジタル、グリーン、地方、そして子ども・子育ての関連、こうしたところに重点的な投資を行って、成長力をしっかりと確保していけるように対応していきたいというふうに考えております浅野君、ぜひ具体化をお願いします、終わりまますここれれににてて発言はは終わりししたた本日はこれにて散会いたします。